今日は凍結技術について話します。一般的に冷凍食品工場ではマイナス40度の冷風を食材に吹きつけて冷凍食品を作っています。ご家庭の冷凍庫がマイナス15度ですから、それに比べるとかなり早く商品が凍ります。お惣菜の牛丼の具材やカレー、チャーハンなどはこの方法で急速凍結をしています。しかしながら元の温度が20度くらいから凍結しますので、中心温度をマイナス20度以上にするには商品によって変わりますが、だいたい40分くらいかかります。当社の凍結機では約5分で20度からマイナス20度への凍結が可能です。冷凍食品は凍るスピードが速ければ速いほど解凍時の再現性が高くなります。理由は凍結スピードが速ければ速いほど植物、動物の細胞内にある水分の氷結晶化が抑えられるからです。細胞内で水分が氷の粒に変化しますが、ゆっくり凍結するとその氷の粒が大きく育ってしまい氷塊を作ります。これが細胞を破壊し、肉魚であれば赤いドリップが出てしまい、根菜類であればスポンジのような食感になってしまうといったことにつながります。当社の凍結機は通常の凍結機に比べて8倍早く凍結するため、氷の粒が大きく育つ前に完全凍結してしまうのです。つまり小さい氷の粒状態で凍るため細胞の破断が少ないのです。したがってドリップが出ることも、根菜類がスポンジのような食感になることもありません。当社の凍結機は空気ではなく冷たい液体の中で袋に入れた調理品を凍結します。温度はマイナス35度です。空気と液体では分子の密度がまるで違います。密度の差が熱を取り去る大きな違いになります。人間は100度のサウナには入れますが、100度の沸騰したお湯には入れませんよね。熱の交換効率が全く違うのです。食品を早く凍結するための要点は3つあります。1、液体温度。2、流水スピード。3、熱交換効率。同業他社でも液冷式の凍結機は存在しますが、同業他社と当社凍結機の違いは大きく2つあります。1つが2の流水スピードです。他社凍結機は液体をプロペラでかき混ぜることで流水していますが、マイナス35度の温度では液体に粘りが出るためにほとんど流水していません。当社凍結機は商品自体を上下に速く動かすことにより、冷たい液体と商品との相対速度を上げることで凍結スピードを上げています。これによる効果はペットボトルの凍結実験のように、他社に比べて約2倍の凍結速度を確保しています。そしてもう一つの違いが3の熱交換効率の違いです。熱交換効率は液体の体積に対する冷媒管表面の面積比、冷媒管を通過する液体スピードで変わってきます。当社は他社液冷式に比べて面積を2倍にしています。また流速は先ほどの商品棚を上下にダイナミックに移動させることで他社に比べて圧倒的に速く流水しています。これらの相乗効果により、商品から液体に移動した熱エネルギーをいち早く外部に放出することが可能になり、他社ではできない連続投入が可能になりました。この効果により従来1時間2回程度の作業しかできなかった凍結作業が4回可能になり、生産量が2倍増になりました。凍結スピード2倍と1時間あたりの生産量が2倍になり、全体の効果として他社の4倍の生産量が確保されています。流速が速いとなぜ早く凍るのかの例として、シベリアのマイナス40度の場所で無風状態の時と暴風が吹きつけている様を想像してみてください。多分暴風の中でマイナス40度は無風の時とは比べ物にならないくらい寒いはずです。また同じシベリアでバケツに水を入れてタオルを水につけてゆっくり引き上げてもなかなか凍りませんが、濡れたタオルを振り回すと一瞬で凍る動画を見たことがあるかと思います。これは水分が冷たい空気に触れる回数が多ければ多いほど早く凍るためです。
私たちの凍結機は基本に忠実に凍結をどのように上げていくのかを考え設計しています。当社は自社にて設計、自社生産、自社メンテナンスになりますので安心です。当社は開発型のベンチャーなので、現在開発中の新型ブライン液はマイナス60度に対応できます。来年には発売が可能ですが、この技術の開発により現在マイナス35度の液体温度をマイナス60度に下げることが可能になり、さらに早く凍らせることが可能になります。当社は凍結機以外の製品も開発をしております。他の商品も合わせてご覧ください。